10月21日、地方競馬の AI レース予想です。穴馬やその他の情報は本チャンネルの概要欄を参照してください。それではスタート。盛岡1レース、予想上位は生き様、目標タイムは1分 1.8 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。盛岡2レース、予想上位は名勝ニコニコ、目標タイムは1分 1.1 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。盛岡3レース、予想上位はアベルバローズ、目標タイムは1分 15.1 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。盛岡4レース、予想上位はアイビーブリッツ、目標タイムは1分 13.9 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。盛岡5レース、予想上位はロックオブソシジ、目標タイムは1分 14.3 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。盛岡6レース、予想上位はベロクオウレ、目標タイムは1分 13.7 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。盛岡7レース、予想上位は龍前行、目標タイムは1分 29.5 秒です。荒れる傾向が強いです。盛岡8レース、予想上位はブルードプリス、目標タイムは1分 28.5 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。盛岡9レース、予想上位はビレ、目標タイムは1分 0.4 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。盛岡10レース、予想上位はマイネルアンファン、目標タイムは1分 40.3 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。盛岡11レース、予想上位はエムティリラ、目標タイムは1分 40.2 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。盛岡12レース、予想上位は JL ジェティ、目標タイムは1分 39.6 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。浦和1レース、予想上位はスパークルガール、目標タイムは1分 32.2 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。浦和2レース、予想上位はバジガクサフィオ、目標タイムは1分 32.0 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。浦和3レース、予想上位はウルボロス、目標タイムは1分 38.2 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。浦和4レース、予想上位はカレン・アイバーソン、目標タイムは1分 30.5 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。浦和5レース、予想上位はマイリトルロマンス、目標タイムは1分 33.2 秒です。硬いレースになりそうです。浦和6レース、予想上位はレッドリア、目標タイムは1分 33.2 秒です。荒れにくいレースになりそうです。浦和7レース、予想上位はプレイザー。目標タイムは1分 37.8 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。浦和8レース。予想上位はオッカガール。目標タイムは1分 31.1 秒です。超荒れそうな予感がします。浦和9レース。予想上位は雪祭り。目標タイムは1分 38.0 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。浦和10レース、予想上位はアンジュミストラル、目標タイムは1分 29.9 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。浦和11レース、予想上位は飛天、目標タイムは1分 29.3 秒です。荒れる傾向が強いです。浦和12レース、予想上位は真っ白。目標タイムは2分 13.0 秒です。
レースが荒れるかは半々といったところです。金沢1レース、予想上位はモニーレ、目標タイムは1分 31.0 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。金沢2レース、予想上位はムゲーテスペランサ、目標タイムは1分 38.2 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。金沢3レース、予想上位はサフラングライト、目標タイムは1分 30.5 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。金沢4レース、予想上位はハイムリヒカイザー、目標タイムは1分 33.0 秒です。硬いレースになりそうです。金沢5レース、予想上位はゴールドパース、目標タイムは1分 32.3 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。金沢6レース、予想上位は蝶のように舞う、目標タイムは1分 38.4 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。金沢7レース、予想上位はショコラエクレール、目標タイムは1分 38.0 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。金沢8レース、予想上位はビクターバローズ、目標タイムは1分 30.8 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。金沢9レース、予想上位はイテザ、目標タイムは1分 37.6 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。金沢10レース、予想上位はマジカルモーション、目標タイムは1分 30.5 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。金沢11レース、予想上位は白山パイオニア、目標タイムは1分 34.7 秒です。荒れにくいレースになりそうです。名古屋1レース、予想上位はヤマトホマレ、目標タイムは0分 47.7 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。名古屋2レース、予想上位はプリメイラ、目標タイムは0分 55.9 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。名古屋3レース、予想上位はラジカルバローズ、目標タイムは0分 55.4 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。名古屋4レース、予想上位はミーハ、目標タイムは0分 55.5 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。名古屋5レース、予想上位は眠れスクイーン、目標タイムは0分 56.0 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。名古屋6レース、予想上位はバージャンホース、目標タイムは0分 55.9 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。名古屋7レース、予想上位はレグノ、目標タイムは0分 55.8 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。名古屋8レース、予想上位は宮地店、目標タイムは0分 59.6 秒です。荒れる傾向が強いです。名古屋9レース、予想上位はサンパティック、目標タイムは0分 53.5 秒です。荒れる傾向が強いです。名古屋10レース、予想上位はストレンジャー、目標タイムは0分 55.4 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。名古屋11レース、予想上位はハッピーミーク、目標タイムは0分 53.1 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。名古屋12レース、予想上位はネッサローズ、目標タイムは1分 19.8 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。バンエイ第1レース、予想上位はライデンムーン、荒れる確率は 50% です。バンエイは AI の完成度が低いので注意。バンエイ第2レース、山本陽介セーター40周年記念杯、
予想上位は丸本舗な、割れる確率は 58% です。ワンエイ第3レース、千秋ちゃん1歳おめでとう杯、予想上位は北西の光、割れる確率は 69% です。ワンエイ第4レース、竹ちゃん初来場記念、予想上位はすごい、割れる確率は 70% です。ワンエイ第5レース、C10混合、予想上位は J サム、割れる確率は 60% です。ワンエイ第6レース、C13、予想上位は J メジャー、割れる確率は 67% です。ワンエイ第7レース、第3回ひじきとつみれ記念、予想上位はビッグコンボ、割れる確率は 67% です。ワンエイ第8レース、極楽生誕記念、予想上位は高和ダイヤ、割れる確率は 57% です。ワンエイ第9レース、ちぐさわ H 新紙幣記念、予想上位は競泳ハンター、割れる確率は 63% です。ワンエイ第10レース、エニコノミカ濃縮デビュー1周年、予想上位は錦ホワイト、割れる確率は 64% です。ワンエイ第11レース、エニバラ賞、4歳、予想上位はスーパーチヨコ、割れる確率は 70% です。ワンエイ第12レース、D12、予想上位は北西キムタク、割れる確率は 84% です。ここからは出走馬の中で、馬娘に実装された馬たちの子孫や、ゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。ディーズハンター、スマイルジーニアス、名称ニコニコ、ロックオブソシジ、アイアンレディ、デロクオーレ、ミニマム娘、ボルドーティラミス、マナホクラニ、フィオリーカズマ、アップテンペスト、マーゴットミトス、ネイチャーミヤビ、エクセレントマン、キタノコンドル、エアビリーブ、エイシンガネーシャ、シエスタキー、アショカ、ミーヨンライブ、カレン・アイバーソン、色好み、シスター・ネビュラ、アプレイザー、グレイブルーラー、クリムゾンオーラ、セユンコチョー、アンジュミストラル、ライブガーネット、キットガール、ウィングラドナス、サンラグナ逃げる、センチュリーヒーロー、ラグ&ビーンズ、カガーキュート、ゴールドパース、蝶のように舞う、トゥーナマッシュ、レッドフェリーチェ、ビルベッピンさん、サザンフィールド、ビッグハート、ファントムルージュ、コパのフランシス、パバーニュ、サンマイル、北のドーベル、アナベル、ミーハ、ウォータージーニー、バンダルジャン、ロブロイズハート、ハッピーティアラ、デリーク、コパのモンテカルロ、オーケンボス、ラスジャン、カルテメトレス、エコロカナワン、ギースバッハ、シャローム、パラダイスシティ、ターミバレンシア、ネッサローズ、ノースショーガール、ミナノキング、ワカタツフェイス、ラグレボー、ティーズアバンセ、ミッペマンドルリ、サンライズ魂、緑立つ、カリプソ、マイネルブデッド、八重の社員、ロンギングソード、ブレスオブラブ、チビアーサー、トラネスハープ、ピースワンパルフェ、コスモモカ、トーセンイブ、アナハ、ユーユーアイリス、ユーノボマク、西野水星、イクノホープアイ、フォガラ、フェア名言、時のキングダム、シェブロンケリー、ナイスカプチーノ、
ウィン・オワーズ、西野王女、ミキのバスドラム、ユウのメディナ、タカラアーサー、サンヨウマイム、アオイラリヌ、ジャッカルズさん、ハイムリヒカイザー、ビッグゲート、ユウのノーチラス、透明より綺麗、雪化粧、レディグレイ、リターンオブクイーン、マイネルトワイス、クツワファミリー、アイアムロージー、リカリス、ドリームグロー、ブラウンキングズ、アンガイガンバルド、モズレッドカード、ラジカルガローズ、フリューゲル、クリノスティネル、ヘイシリン、エーメル、ブルーリーバーサル、ツカサトレイン、リードブロー、シラユリ、ロジシップ、カープライト、アディクテッドラン、ギャレットルレーブ、クイーンディーン、ノーサンブリア、パディントンブーツ、アーケイディア、レオニーノ、セオグランジ、リーバローズ、コトビア、ツクバマサカド、ノーブルラベンダー、コンバットユラナス、コスモガーディアン、生き様、月に吠える、ダイヤモンドアツシ、リュージュ、ヤマニンビロー、シャイニーメイン、ワールドラブ、リュウゼンコウ、タカマキファイブ、高速マリ、サンホワイトクリフ、チオノフォーエバー、グルードプリス、サンウェイキャノン、フレンドアリス、ブレッド、宮城バラー、ニーケススマイル、ピースワンドルチェ、エムティリラ、カウネウス、ファーマスター、アールレアル、パレスギガント、セコーヤ、セユンミレイヤ、デイドリーミン、パルメニデス、ニャンニャン、バジガクサフィオ、ヴィーナスオーキッド、スーパーキング、ナモロカ、ドゥマンフル、サージトリック、キンピカ、マイリトルロマンス、レッドリア、ビアンビーチ、ヒーリングピキ、デイジーキング、ケンスピリタス、ウォッカガール、レアフリンガー、西野アクシス、五つ星、クリングラー、マックスブンブン、エンバース、ラベンダーマカロン、モニーレ、シルバブール、パステルデナタ、エイシンドップラー、ラウインザウインド、ミリオンバンブ、オンリーモーガン、カフェメモワール、マルカンレインボー、シュネルン、ノーザンピーク、オーイダイヤ、イテザ、グルナピーク、フェスティグノンノ、白山パイオニア、噂の類、白山フラッシュ、ワイワイサンデー、白山ブイエ、ルクスシナイダ、シンボルザサン、プリンシアティアモ、ドゥバンスマン、リエルペガサス、レイヌドサーブル、ピボット、白山ソヌス、アイアンパシュート、メディアプンタ、エッシャー、ブリリアントギフト、レガスバケーション、スマートアリオン、イズミアマゾネス、ハッピーミーク、マンのライトニング、名称パンニャー、シャイナライ、ユーメイドマイデイ、タップアンクラップ、トモノルナ、トゥーナアンディ、ラグルパイル、アマゴ、アイスケイブ、ブイエルジュ、ダフニス、アイファーグラッド、白山マックス、ゴーゴーオンリー、スペキュレーション、白山マロン、ノーベジタブル、スプリングカム、ワンオブアカインド、クライミアリバー、サンファボル、フミタツブラボー、スペシャルシート、西野プリモ、シングンアメット、ハチャトリアン、スモークフレーバー、インクアームズ、プリメイラ、ノーブルキャナル、ジュエルプリンス、タマモサウルス、サイモンプレジール、シールビーライト、北ケープ、ジージーファン、
ロデオスターメイト、アイビーブリッツ、ロイエ、クラウンハグイ、ハロートゥーユー、チカちゃん、ウロボロス、夢見る月、ゴールデンレディ、ボナール、コスモレンブランサ、ワイルドダンク、レガエクスプレス、エフティゲイル、サフラングライト、バスターショット、ナストロ、エムティドラゴン、フェーマスアレグロ、アキバ、梅太郎、カキタン、リアルブリージー、デンプシーロール、クリノイコライザー、ゴールドスノー、マルアドリアティコ、カウンターアタック、メガバズーカランチ、キャッスルシオン、マイネルアンファン、プラズマ、ケレンシア、北のプリンセス。盛岡第一レース、各馬、揃って。スタートが切られました。先頭を走るは7番生き様。後を追うのは8番月に吠える、2番コンバットユラナスカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番生き様。その後には9番ロデオスターメイトと2番コンバットユラナスが続きます。2番コンバットユラナスが後ろから追ってくる、先頭か。2番コンバットユラナスが1着見事。続くは7番、3番、4番か。盛岡第2レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。まずは6番名将ニコニコが好スタートを切った。6番名将ニコニコの背後には10番ゴーゴーオンミ、1番ダンジュカリユシカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番名将ニコニコ、その後には7番メーテルと1番ダンジュカリユシが続きます。6番名将ニコニコそのまま逃げ切れるか、独走か。6番名将ニコニコがゴールイン。続くは7番、8番。盛岡第3レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。1番シャノワールが早速先頭を取る。その後ろには12番サンライズ魂、7番グレイトボヤージュか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番シャノワール。その後には2番アベルバローズと12番サンライズ魂が続きます。2番アベルバローズそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。2番アベルバローズがゴールイン。続くは11番、9番、3番か。盛岡第4レース、各馬、揃って。スタートを切りました。6番シールビーライトが早速先頭を取る。並ぶように5番アイビーブリッツ、9番ミュージュカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番アイビーブリッツ、その後には6番シールビーライトと4番モンジーアが続きます。5番アイビーブリッツそのまま独走か、独走か。5番アイビーブリッツが1着見事。続くは4番、9番、6番か。盛岡第5レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。先頭を走るは9番シグラップリンリン。9番シグラップリンリンの背後には2番ロックオブソシジ、10番アイアンレディカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番ロックオブソシジ、その後には5番白百合と7番マナマカナが続きます。2番ロックオブソシジそのまま独走か、独走か。2番ロックオブソシジが1着見事。続くは5番、8番、7番か。盛岡第6レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。まずは5番メロクオーレが先頭に立ちます。後を追うのは9番オメガジャスミン、8番振り向かないでよか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番メロクオーレ、その後には9番オメガジャスミンと4番フィローシャが続きます。5番メロクオーレそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。5番メロクオーレが1着見事。続くは9番、6番、4番。盛岡第7レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。まずは5番ともノルナが好スタートを切った。並ぶように2番タップアンクラップ、9番カウンターアタックか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番カウンターアタック。その後には5番ともノルナと2番タップアンクラップが続きます。9番カウンターアタックそのまま独走か、逃げ切れるか。9番カウンターアタックが1着見事。続くは10番、7番、あ。盛岡第8レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。まずは1番マナホクラニが先頭に立ちます。後を追うのは9番テルカメ、10番チオノフォーエバか。
レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番ブルードプリュス。その後には1番マナホクラニと10番チヨのフォーエバが続きます。11番ブルードプリュスそのまま独走か、逃げ切れるか。11番ブルードプリュスが1着見事。続くは1番、3番、9番。盛岡第9レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。9番マイノパスレルが前に行きます。9番マイノパスレルの背後には7番アップテンテスト、3番トラネスハープか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番アップテンテスト、その後には9番マイノパスレルと1番テレテが続きます。2番アビレが後ろから追ってくる、先頭か。2番アビレがゴールイン。続くは7番、6番、1番か。盛岡第10レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。まずは1番コンバットアンジュが先頭に立ちます。その後ろには4番ヤマニンソエユ、9番宮城バラーカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番コンバットアンジュ。その後には9番宮城ブアラーと10番オスマンが続きます。6番マイネルアンファンが追い上げてくる、追い抜くか。6番マイネルアンファンが1着見事。続くは1番、5番、10番か。盛岡第11レース、各馬、揃って、スタートが切られました。先頭を走るは3番ピースワンパルフェ。2番手は11番エムティリラ、8番ネイチャーミヤビカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番エムティリラ。その後には3番ピースワンパルフェと2番ニケススマイルが続きます。6番ユーユーレラシオンが後ろから追ってくる、追い抜くか。6番ユーユーレラシオンがゴールイン。続くは11番、5番、9番か。盛岡第12レース、各馬、揃って、スタートを切りました。まずは7番コスモモカが先頭に立ちます。その後ろには9番ジェイエルジェティ、4番カーネスカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ジェイエルジェティ、その後には4番カーネスと7番コスモモカが続きます。4番カーネスが後ろから追ってくる、先頭か。4番カーネスがゴールイン。続くは9番、5番、1番か。浦和第1レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。4番スパークルガールが前に行きます。並ぶように5番パレスギガント、9番ハロートゥーユーカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番スパークルガール。その後には9番ハロートゥーユーと5番パレスギガントが続きます。5番パレスギガントが追い上げてくる、追い抜くか。5番パレスギガントがゴールイン。続くは4番、9番、3番か。浦和第2レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。先頭を走るは10番ビーナスオーキッド。後を追うのは6番ロンドンブルース、3番スペシャルシートか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番ビーナスオーキッド。その後には3番スペシャルシートと4番バジガクサフィオが続きます。4番バジガクサフィオが追い上げてくる、追い抜くか。4番バジガクサフィオが1着見事。続くは11番、3番、2番。浦和第3レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。1番スマイル系が早速先頭を取る。その後ろには5番スーパーキング、8番ウロボロスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ウロボロス。その後には1番スマイル系と6番アショカが続きます。8番ウロボロスそのまま逃げ切れるか、独走か。8番ウロボロスが1着見事。続くは6番、2番、1番か。浦和第4レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。まずは1番ミリオンライブが好スタートを切った。1番ミリオンライブの背後には3番アマモト、2番ギレルモか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番アマモト、その後には7番カレン・アイバーソンと1番ミリオンライブが続きます。7番カレン・アイバーソンそのまま独走か、逃げ切れるか。7番カレン・アイバーソンが1着見事。続くは6番、1番。浦和第5レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。まずは6番マイリトルロマンスが好スタートを切った。並ぶように5番ライブラジアン、4番こういうミュンミュか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番マイリトルロマンス。その後には4番こういうミュンミュと5番ライブラジアンが続きます。6番マイリトルロマンスそのまま独走か、独走か。6番マイリトルロマンスがゴールイン。続くは2番、4番、5番。浦和第6レース、ゲート入り完了。
さあ、スタートです。まずは6番ラストウォーリアが先頭に立ちます。6番ラストウォーリアの背後には5番リアンウィーチ、3番セーブザクイーンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番セーブザクイーン。その後には4番レッドディアと5番リアンビーチが続きます。4番レッドディアが追い上げてくる、先頭か。4番レッドディアがゴールイン。続くは3番、5番、7番か。裏は第7レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。8番ヒーリングピピが早速先頭を取る。8番ヒーリングピピの背後には6番マプレイザー、10番フォガラか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ヒーリングピピ。その後には6番マプレイザーと10番フォガラが続きます。6番マプレイザーが追い上げてくる、先頭か。6番マプレイザーがゴールイン。続くは10番、8番、3番か。裏は第8レース、各馬、揃って。スタートが切られました。8番ドナデュボアが前に行きます。2番手は11番メガバズーカランチ、1番ヒメカグラか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ドナデュボア。その後には11番メガバズーカランチと6番ウォッカガールが続きます。6番ウォッカガールが追い上げてくる、追い抜くか。6番ウォッカガールが1着見事。続くは2番、10番、11番か。裏は第9レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。まずは6番ボナールが先頭に立ちます。2番手は4番雪祭り、1番クリムゾンオーラか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番雪祭り、その後には6番ボナールと7番ハチャトリアンが続きます。4番雪祭りそのまま独走か、逃げ切れるか。4番雪祭りが1着見事。続くは2番、11番、8番か。裏は第10レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。先頭を走るは3番アンジュミストラル。並ぶように8番ミキのバスドラム、12番サザンウィンドか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番アンジュミストラル。その後には11番ニューのメリナと12番サザンウィンドが続きます。6番アルバスドラコが先頭に立つか、追い抜くか。6番アルバスドラコが1着見事。続くは11番、3番、10番か。裏は第11レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。まずは12番ダイメイタマナが好スタートを切った。後を追うのは2番スピネーか、9番ヒテンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ヒテン。その後には12番ダイメイタマナと11番スモークフレーバーが続きます。9番ヒテンそのまま逃げ切れるか、独走か。9番ヒテンがゴールイン。続くは12番、1番、5番か。裏は第12レース、各馬、揃って。スタートが切られました。まずは11番マッシロが先頭に立ちます。2番手は7番サンボールだ、5番ワイルドダンクか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番マッシロ、その後には7番サンボールだと6番マックスブンブンが続きます。11番マッシロそのまま独走か、独走か。11番マッシロが1着見事。続くは6番、2番、4番か。金沢第1レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。先頭を走るは10番白山マロン。2番手は9番シルバブール、7番レイは元旦か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番白山マロン。その後には7番レイは元旦と8番モニ入れが続きます。10番白山マロンそのまま独走か、逃げ切れるか。10番白山マロンがゴールイン。続くは8番、3番、11番か。金沢第2レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。3番ムゲーテスペランサが前に行きます。2番手は7番アオギラレヌ、6番カカンクオンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ムゲーテスペランサ。その後には7番アオギラレヌと1番タカラーハサーが続きます。3番ムゲーテスペランサそのまま逃げ切れるか、独走か。3番ムゲーテスペランサが1着見事。続くは5番、2番、7番か。金沢第3レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。まずは4番レイズミアップが好スタートを切った。その後ろには9番ジャッカルズさん、7番エイシンドップラーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番サフランブライト、その後には4番レイズミアップと7番エイシンドップラーが続きます。
2番サフランブライトそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。2番サフランブライトが1着見事。続くは8番。金沢第4レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。6番はディクテッドランが早速先頭を取る。2番手は5番エハバンディが、2番ハイムリヒカイザーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番エハバンディが、その後には2番ハイムリヒカイザーと1番ヤッホー霧島が続きます。5番エハバンディがそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。5番エハバンディが1着見事。続くは1番、2番、6番か。金沢第5レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。3番ラブ&ビーンズが早速先頭を取る。後を追うのは10番ゴールドパース、1番ブルーメリーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ラブ&ビーンズ。その後には10番ゴールドパースと9番ユーノのチラスが続きます。10番ゴールドパースが後ろから追ってくる。先頭か。10番ゴールドパースが1着見事。続くは3番、2番、4番か。金沢第6レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。先頭を走るは5番ティモンズ。並ぶように8番ノーベジタブル、1番ランインザウィンドか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ランインザウィンド。その後には4番蝶のように舞うと9番オンリーモーガンが続きます。2番ベストタンゴが先頭に立つか、先頭か。2番ベストタンゴがゴールイン。続くは4番、1番、3番か。金沢第7レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。先頭を走るは5番ショコラエクレール。並ぶように8番シュネル、2番アイスムーンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ショコラエクレール。その後には3番トーメイヨリキレイと8番シュネルンが続きます。5番ショコラエクレールそのまま逃げ切れるか、独走か。5番ショコラエクレールが1着見事。続くは6番、3番、9番か。金沢第8レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。先頭を走るは2番雪化粧。並ぶように8番秋葉、4番ノーザンピークか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番秋葉、その後には2番雪化粧と5番青いダリアが続きます。7番レディフレイが追い上げてくる、先頭か。7番レディフレイが1着見事。続くは9番、10番、8番か。金沢第9レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。5番イテザが早速先頭を取る。並ぶように2番シュンコちゃん、1番ブエルジュか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番イテザ、その後には2番シュンコちゃんと7番ビッグハートが続きます。3番ダフニスが追い上げてくる、先頭か。3番ダフニスがゴールイン。続くは2番、5番、1番か。金沢第10レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。8番リパリスが前に行きます。その後ろには4番川上アンフィニ、2番ステイグリーンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番リパリス。その後には4番川上アンフィニと6番マジカルモーションが続きます。6番マジカルモーションが追い上げてくる、追い抜くか。6番マジカルモーションが1着見事。続くは1番、3番、8番か。金沢第11レース、さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。1番ファントムルージュが前に行きます。1番ファントムルージュの背後には6番白山パイオニア、7番梅太郎か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番白山パイオニア、その後には7番梅太郎と1番ファントムルージュが続きます。6番白山パイオニアそのまま独走か、独走か。6番白山パイオニアがゴールイン。続くは3番。名古屋第1レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。先頭を走るは6番アスターデカゴン。並ぶように10番ヤマトホマレ、9番活劇馬結びか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番ヤマトホマレ、その後には6番アスターデカゴンと12番カピタンが続きます。7番パバーヌが先頭に立つか、先頭か。7番パバーヌが1着見事。続くは1番、4番、8番か。名古屋第2レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。まずは12番のオサンブリアが好スタートを切った。並ぶように1番白山フラッシュ、4番プリメイラか。
レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番白山フラッシュ。その後には12番のオサンブリアと4番プリメイラが続きます。11番グレートロードが先頭に立つか、追い抜くか。11番グレートロードがゴールイン。続くは5番、6番、4番か。名古屋第3レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。まずは1番千軍バンバが好スタートを切った。並ぶように8番デンプシーロール、11番白山ブリエか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番千軍バンバ。その後には8番デンプシーロールと11番白山ブリエが続きます。7番ラジカルバローズが先頭に立つか、追い抜くか。7番ラジカルバローズが1着見事。続くは9番、2番、3。名古屋第4レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。5番夢見心地が早速先頭を取る。並ぶように8番エフロレセンス、3番ルクスシュナイダーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番夢見心地。その後には8番エフロレセンスと3番ルクスシュナイダーが続きます。10番ミッハが追い上げてくる、追い抜くか。10番ミッハがゴールイン。続くは6番、1番、2番か。名古屋第5レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。11番ネムレスクイーンが前に行きます。後を追うのは9番北のレーニア、12番ベルマリオンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番ネムレスクイーン。その後には9番北のレーニアと3番シエルリーナが続きます。8番プリンシアティアモが後ろから追ってくる、先頭か。8番プリンシアティアモがゴールイン。続くは2番、4番、6番5。名古屋第6レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。12番バッキンが早速先頭を取る。その後ろには8番ハッピーティアラ、2番リアルペガサスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番バッキン。その後には2番リアルペガサスと8番ハッピーティアラが続きます。6番ウィンライズが先頭に立つか、追い抜くか。6番ウィンライズがゴールイン。続くは8番、9番、4番か。名古屋第7レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。まずは1番レグノが好スタートを切った。1番レグノの背後には3番ウィウィルウィン、8番レイヌドサーブルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番レグノ、その後には3番ウィウィルウィンと8番レイヌドサーブルが続きます。12番アトミックナンバーが後ろから追ってくる、追い抜くか。12番アトミックナンバーが1着見事。続くは5番、6番、3。名古屋第8レース。さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。10番宮地店が前に行きます。並ぶように7番をケンボス、11番セオグランジか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番宮地店。その後には7番をケンボスと5番ジュエルプリンスが続きます。9番ラスジャンが追い上げてくる、先頭か。9番ラスジャンがゴールイン。続くは3番、2番、10番か。名古屋第9レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。10番ヘイシリンが前に行きます。その後ろには2番リベリアスハート、9番クリノイコライザーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番ヘイシリン。その後には5番ワールドハートと9番クリノイコライザーが続きます。7番サンパティークが追い上げてくる、先頭か。7番サンパティークがゴールイン。続くは12番、6番、4番か。名古屋第10レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。5番シャロームが早速先頭を取る。並ぶように10番セレッソサンライズ、7番ストレンジャーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番シャローム。その後には7番ストレンジャーと10番セレッソサンライズが続きます。1番ポロネーズが追い上げてくる、先頭か。1番ポロネーズが1着見事。続くは6番、9番、3番か。名古屋第11レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。まずは4番ハッピーニックが先頭に立ちます。4番ハッピーニックの背後には8番エイシンメリダ、10番マンのライトニングか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ハッピーニーク。その後には8番エイシンメリダと10番マンのライトニングが続きます。12番東京砂漠が先頭に立つか、先頭か。12番東京砂漠が1着見事。続くは、
名古屋第12レース各馬揃ってスタートを切りました。先頭を走るは11番ユーメイドマイデイ、後を追うのは4番サイモンプレジル、2番ターミバレンシアカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ネッサローズ、その後には4番サイモンプレジールと11番ユーメイドマイデイが続きます。11番ユーメイドマイデイが後ろから追ってくる、追い抜くか。11番ユーメイドマイデイが1着見事。続くは1番、2番、1番、2番、